ミッションスタート。来られるのか？閉めてやる。お、いきなり戦いになった。待て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 、ポーズ。はい、どうも、ちいさんです。ファイナルファンタジー10-2やっていきたいと思いますが、なんだこれ、ゆうな芸風変えすぎだろ、どうした？はい、前回ね、前作をクリアしたので、今回は次回作の2をやっていきたいと思います。なんかちょっとだいぶ変わったな、やり方わかんないけど戦おう。なんか、チェイン、あ、なるほどな、昔のゲームと一緒だ。いいの可愛いなったな、また。よっしゃ、ちょっと丸連打で戦っていきましょう。なんか盗むとかあるからちょっとやってみたいんだけど。で、このパインって女性何？権利って何？あ、パワープレックあるよ。ちょっと時間かかりそうだね。盗む。チルダ盗んだ。リュック髪の毛伸びちゃって、あら、まあ、かわいい。チルダ使っちゃえ。
安物手榴弾。ちょ待って大丈夫、言うな、爆発したけど。めっちゃサンダーしてくる。ユーナじゃないのかなこれ。ハテナついてるね。うん、ハテナって書いてるな。大丈夫？リュックだいぶやばいけど。あ、多分大丈夫。ハイポン盗んだ。あ、倒れたぞ。ちょっとパワーブレイクしとこうか。まあでもさっきからこの人あれだけどな、邪魔くさいな。サンダーだからパワーブレイク関係ないかもしれない。かっこいい。イエイ。すごい、なんかリュック髪型も服もめっちゃ変わってます。まだまだ踊り足りないな。さあここで終焉さ。声違うな、ユーナと。あ、リュックでも声一緒だわ。あ、なんか安心するわ。あれ、リュックを操作するの、なんちゅう格好してんのあなた。あ、違う。すごい身軽になったな。おお、これちょっとバトル難しいな。単性じゃないんだね。アクティブモード、アクティブモードとなんか違うマニュアルモードみたいなのがある、もしかして。あれ、ここあれだ、ルカだ。やばいやばい、エンカウント制か。邪魔。なんかこう全体攻撃ないな。ちょいちょいっとね。盗んで手榴弾を使わせてもらうか。ファイヤー使い出したぞ。あ、違う違う、あんま効いてないな。オッケー。ハインさんかっこいい。なんかあれだね、全体的に女の子してるね。あ、パインさん。どこだこら。こっちだよ娘さん。おお、なんか強そうな銃持ってる人出てきた。ダハハハハ、ミッション終了。まずこっちだ。ほーれほーれ。こっちか、本物。すごいアクティブ。衣装見たいんだけど。すごい死んじまうみたいな声出すんじゃないよ。なんか声の感じ違うもんな。うわ、でもウリ二つだわ。しつこいね。返して、リザルトプレート返しなさいよ。
こい上にケチンボだね。めっちゃし顔か返しなさい。はいはい返すよ。なんか堂々としてるこのユーナ。もう一度奪い取るだけさ。あ、全然顔違うんだ。なんだ、そっくりさんかと思った。L1 で、え、何それ。敵を攻撃できるという、ちょっと待って。やられてる、やばい。ガンナ歌姫。あ、そんなんあるんだ。サポートになってもらおうか。あ、すごい。なんかあれだね、女の子要素強いな。あ、綺麗綺麗。あ、さっきのドレスになるんだ。あ、いいねいいね、かわいい。短い付き合いだったね。なんかもう死んだ。え、この人も変わる。あ、シーフ戦士。ちょっと待って、じゃあちょっとゆっくちゃんは戦士に。かっこいい、体験になった。ミスターハッタの勝負だね。すんごい攻撃、お見舞いだ。ちょっとパワークラッシュダンス。え、この人、あ、違うわ。違うわ。あ、違う、パワーブレイクじゃなくて戦う。ちょ、ユーナが、これでおしまいだよ。あ、この子もともと戦士なんだ。あ、みんな一応同じ役職というか、にはなれるんだ。体動かそうってなんだよ。かわいいな。あ、暗闇になってるね。これリュック別に、これでおしまいだよ。シーフでいいな。あー、何回でもやってくれるんだこれ。変身シーン違うんやな。いや、やっぱなんかリュックはこっちの方が似合ってるわ。すごい露出高いけど、この子ダンスしかできねえ。クラミダンスずっと踊ってて。パワーブレイクしてる。はい、短い付き合いだったね。うん、サンダーダンス踊ってて。銀の腕輪だ。ユーナ、行きます。ユーナ、そこは変わってないんだ。じゃあちょいちょいって感じ。かわいい、なんかダンス。今度会ったら泣かせてやる。なんだよ、逃げるな。リュック、すげえ踊ってる。こっちが本物のユーナか。ミッション制なの。ほー、なるほど。体が勝手に踊り出して怖かった。何が起こっているのかわからなくて、でも踊っているうちにいつの間にか。ユーナン楽しそうだったよね。うん、誰かの楽しい気持ちが流れ込んできたみたいな。リザルトプレート使うとそういうことあるし、スフィアに映ってる人の気持ち入ってきちゃうみたいだし。なんか危なくない？なんとも言えないし。お前が作ったんだろうが。僕まだ子供だし。なんやこれ。ユーナのダンス俺も見たい。高いよ。
そうなのか。本気？よ、違うのか。そんな気になったのこいつ。ジョフロフがカモメタンマミシユテ。母国語出てるよ。クリーチャークリ、クリエイト、シンラの発明した魔物捕獲ポットでスピア各地の魔物を捕まえてカモメ団の仲間クリーチャーとして育てましょう。魔物育てるとかあるの。音量チェックめっちゃしたいんだけど。あ、動かせ。かわいい服、何これ。ちょっとティーダオマージュしてない。なんか半分こうドレスでさ。この子はこの女性スフィアハンターの先輩。何スフィアハンターっていうか仲間だね。かっこいい。この女の人、アインのことはまだよくわからない。おしゃべりする方じゃないから。私より少し先にカモメ団に入っていたらしいけど。何カモメ団。リュックもよく知らないんだって。どうしたんだ。目赤い。最初モノローグがユーナで始まるんだ。前回ティーダだったけど。情報解析中。ドハイフーラミ。何ってか全然わかんない。ラチさんは兄貴さんの幼馴染。ほうほう。2年前も一緒に飛んでたんだって。知らなかったって言ったらがっかりしてたよ。2年前ってことは2年前ってことはそのティーダがいた時期の話をしながら。あ、リュック、ちょっと S の前に。あれ、ラチさん話ができない。ユーナ、俺の言葉うまくなったか。あ、こっちが普通にスピアの言葉喋ってくれてるんだ。本当にうまくなったんだよ。あのね、私ともっと話したいから練習したんだって。いや、かわいいやないか。アルベド語チュートリアル。兄貴たちアルベド族が使う言葉アルベド語。ユーナも少しだけ理解できるようになりましたがまだまだです。勉強するにはアルベド語を聞くかビーカネル砂漠でアルベド語アルベド語辞書を発掘しましょう。発掘制なの。あ、はいはい。でも話してたらいいんだよね。行くに決まってる。祭りだ祭りだ。どこへ行くんだ。ドレスフィア、お祭り石をゲット。へえ。あ、そんなんで増えていくんや。見たい。なにこれ、すごいおしゃれだね。歩み始めるもの。このリザルトプレートはユーナ、リュック、パインが、装備中ですが、ドレスフィアの配置を変更します。さっきのやつ見たい。あ、これ。あ、こうやってこうはめとかないとダメなんだ。装備、これ初め決めれるんや。じゃあガンナーにしとこうかな。アクセサリー、あー、暗闇防御とかあるね。銀の腕って何。あー、 MP が増えるのか。今 MP 使う子いるか。パイン多分この子キャ力だよな。多分なキャ力って。暗闇防御しとこう。はあ、なるほどね。あ、そういう。リュックバリかわいい。ユーナも髪型めっちゃ変わったし。いや、いいな。いいね。白魔法。ユーナもう白魔法使えないの。あ、使えないんだ。アビリティってなんすか。能力一人一人異なるんだ。へえ。あ、これは関係ねえや。クリーチャー今いないけどね。一人一人なんだね。バトルメンバー設定ってかも。コーフィグあるな。ドレスアップ。あー、なるほど。あ、ウェイトモードってのもあんだ。ウェイトモードにしとこうかな。ガイドマップ欲しいね。相変わらずだけど音量設定ねえな。はい、ちょっと音量設定入ります。はい、ちょっと音量チェックしてみたけど結構大丈夫そうだったからね。そのまま行こうかな。楽しんでる。もちろん楽しんでる。いや、ユーナアクティブになったよね。君に似た人が映っているスフィアを見たから。君かもしれないし、似ているだけかもしれない。永遠のナギ説の続きなんだ。他にもそんなスフィアがあるかもってリュックたちのカモメ団に入ったんだ。あ、リュックカモメ団っていうのが入ってたんだ。カモメ団っていうのはスフィアハンターで、スフィアハンターっていうのはこんな感じ。今は毎日元気に
あちこち飛び回って楽しいです。あ、いい。ちょっと気にしてたんだよね。無理やり連れ出したみたいでさ。うん、そんなことないよ。なるほどね。2年後ってこと？これ、この世界は。髪伸びたな。ユーナ髪型どんなんだっけ？ユーナは髪型ちょっと伸びたぐらい？伸びてないのかな？あれからみんなどうなったんだろう？僕いろいろ知ってるし。この子はシンラ君。ほう。アルベド族の天才少年。なるほど。教えてシンラ君。こういう感じね。クリクリチュートリアルなんだろう。スピア模様語辞典。もうこれは多分過去、人物辞典ちょっと見ておきたいね。兄貴シンラパイン。ちょっと主要メンバーだけ見ましょう。この子はパイン、スフィアハンターの先輩っていうか仲間だね。飛空艇に釣られてカモメダに入った。リュック楽しんでる。ユーナのガードを務めたアルベド族の少女、ビサイドにこもっていたユーナをカメダに引っ張り込んだ。はい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 。体が勝手に踊り出して怖かった。何が起こっているのかわからなくて。やっぱ2年前の話なんだ。シン倒したのが永遠の凪説を実現した大召喚士。そう、同大召喚士になったんだよね。あるスフィアをきっかけに故郷を飛び出してスピラを巡る。まあ、あるきっかけ、あるスフィアってことはティーダが映ってるかもしれない、あのスフィアだね。あ、でもティーダなのかな。なんかちょっと違うような気がするけど、なんか何伸びてんのこれどういうおしゃれ。いやでもこういうね、いろいろ引きずったおしゃれ大好きだよ私。まあ、こういうそのこの方みたいなここベルトがいっぱいあるとかも好きなんだけど、これ何すればいいんだろう。どこ行けばいいんだろう。こっちはいけなあ。いや違う、こういう飛空艇もいろいろ変わってるね。あ、でもこの辺一緒。あ、これ多分セーブだな。飛空艇がもうずっと使えるんだ。いいね。音楽おしゃれ。めっちゃハッピーやな。まあ、今多分まだ何も起こってないから。うわ、なんだなんだ。あ、なるほど。今ブリッジにいるから動力室でも行ってみますか。すごいでっかい船だなおい。これ勝手に入ってていいのか、こんなとこ。あれ、なんかチョコボ動力だったのにね前の。あ、なにこれ。ちょっと似てるっちゃ似てるのかな。うわー、あ、いろいろある。ちょっとてこ、めっちゃいっぱいあるやん。フェニックスの音がめっちゃ余ったな、そういや前作。出し惜しみしてたわけではないんだけどね。この先に何もないみたいな。丸ボタンかな。いや何もないね。いやなんか変な感じ。女の子を操作するのこういうゲームで。移住区行ってみましょう。誰かいるのかな他にも。もうあの人数だけなのかないる。あ、なんかおしゃれ。え、あれ、これなんかユーナさんいらっしゃい。あれ、この人ってさ、ハイペロ族のマスターさん。あ、そう、ハイペロ族。そうそうそう。本当の名前は誰も知らなくて勝手にそう呼んでるんだ。名前知らねえんだ。兄貴さんに拾われて飛空艇で働いてるんだって。拾われてんだ。ショップ、ショップなんだここ。あ、すごい、ねじり鉢巻き、睡眠効果、沈黙効果、暗闇毒。はいはい、まあ、今んとこはやめとこうかな。あんまお金持ってないことだし。ありがとうさーん。いや、いいだな。おやすみね。休み。あ、なるほど、宿屋的な感じなんだね。落ち着くわ、音楽。寝てる。あ、でも胸にさ、ティーダのマーク入ってる。うわー、なんかもう、よく思ってるんやね。これ何これ。これ何。なんでもないんか。
まあでもどうなの、城あの城山アミエチキュフニャフ、なんてなんてカモメ団全員集合。はい、なんかよくわかんないけど、じゃあブリッジ行ってないから、ちょっとブリッジ行ってからでいい。あれブリッジじゃないわ、どこ行ったっけ、カンカンか行ってないの。おお、 R1 でズーム、はあ、ズームができるんだね、すんごいな。カモメ乗ってんで、ここにすげえ、落ちんなよ、言うな、何もなかったけど、おしゃれやな。アルベドも結構発展したんだ。ここどこ、あ、ブリッジか。さあ、じゃあ集合しましょうか、レバーいっか。お、ユーナがめっちゃ走ります。ガガゼットで発見された遺跡でお宝スフィア反応だ。やった、ガガゼトキキュッペーや、まあ、出発みたいな感じだね。へえ、すごい、そういう感じ。でもいろんなとこ行けるな。死者の都ザナルカンドを守っていた霊峰ガガゼト、祈り子様たちが消えてしまってから山を覆っていた雲も流れ始めて、ほう、隠されていた遺跡が見つかったんだって。なるほどね。ねえ、岩が浮いてるよ。あそこを通らなくちゃってこと、上まで運んでやるって。すげえ、あれ決まりどうなったのね。すごいとこ乗るね。やった。え、何かこんなとこから始めんの。うわー、たっか、大丈夫ユーナ、ユーナ、あぶな。大丈夫か。大丈夫ない。大丈夫ないは間違い、大丈夫ではないと言え。あ、むしむし。デーク、返事は。一度閉める。あ、いいねそれ。返事、せーの。ありがとう、ちょっと危なかったよね。だいぶ危なかったよ。ちょっと返事。早く返事してあげて。はい、もう大丈夫。ユーナ、リュックを頼んだぞ。あ、そっち頼むんだ。了解。